べなくなってる。はい、どうも、トコトントコ、キトコです。おしんとんとのグーチョです。はい、今日もこの二人でやっていきますよ。今日は3月の、28日、土曜日ですね。はい、今日のテーマは、春のバラのお庭のお手入れ、お掃除ですね。皆さん、お掃除行き届いてますか？なかなか僕もいろいろお世話で、なかなかお掃除まで手が回らないんですけども、はい。一生懸命今からやっていこうと思います。お庭のお掃除はとても大切なんです。後回しにしがちが多いんですけども、やはりこう黒星病になった葉っぱが地面に落ちていたり、それがこう放っておくと雨が当たって、そこからまた細菌が伝染していくんで、そういう病害虫を駆除するためにも、なんとかこうお掃除をしてお庭を清潔に保つというのが大事だと思います。はい、あとはこちらのいつものダイソーのガーデンフェンスにネームプレートをつける作業と、あとこちらですね、はい、こちらの防鳥ネット、こちらカミキリムシ防止ですね。あ、こちらがダイソーで、こちらがセリアでしたね。はい、両方とも100円均一で売ってますよ。それを使って、はい、今日も作業していこうと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくね。マジかー、これ本当にマジで、これつぼみまでつけてんのに、それはないでしょ。よし、あー、これで、どこだったかな、うわー、この大事なエンジェルフェイスがマジで、ちょっととりあえず何もしないのは気が収まらないからということで、うわ、これでやってみようね。あー、昨日風も強かったからな。よし、いやー、びっくりしましたね今。でも何の確証もなくやってるわけじゃないんです。実はこちら、はい、こちら3日前にポローンとプラーンとこう
なってしまったものを瞬間接着剤で止めて、そしてこんな感じで針金で補強して、ちょっと様子を見ているものがあるんですが、こちらなんか少し目が若干赤いところもありますけども、枯れてないことないですか？これにも僕は驚いてるんです。あれだけポロンと取れてしまったものがうまくいくかどうか分かりませんけども、こちらの子はなんか枯れてないんでうまくいくんじゃないかなと今期待して見てますよ。はい、またこちらの子も随時報告していきますね。はい、次にこの赤塚オリジナルローズのリアンローズ。はい、こちらはよいしょ、ほら川本バラ園って書いてありますね。はい、これも川本バラ園なんですね、実は。はい、まあ、これもこの間のような、はい、松尾園芸さんのようにこのコリーヌルージュシリーズは赤塚植物園の専売品種ですっていう形で赤塚オリジナルローズさんから出ている川本バラ園さんのバラということですよね。はい、それなんでとってもいい香りなんです。このリアンローズも僕は大好きですよ。はい、さあこちらもやっていきましょう。まずは剪定からですね。はい、こちら剪定するとこなさそうなんですけど、ここですね、ここの奥、ここです。はい、ちょっと見にくいところですけども、ここですね。はい、ちょうどこの辺り、まあ、こちらかな、ここも枯れ込んでますね、ギューンと。はい、それなんでここでカットしていきましょうか。もうここ全体がもう全然出てないんで、よっよっよっと、あ、だいぶいってますねこれ。よし、この枯れ込んだとこをなるべくカットしてあげて、はい、ここですね、枯れ込みの原因が。よし、ここと、あとは大丈夫そうかな、ここも大丈夫だし、ここも大丈夫だし。よし、じゃあここに先ほどの殺菌剤塗っていきましょうね。よいしょと、さてと、こうやってもうちょっとつけようかな。はい、よっと、かもと、塗りやすい方ができるな。よっね、はい、ここにさっきの殺菌剤いっぱい塗っときましょう。はい、 OK です。髪切り虫防止や、よいしょと、こういってこんなとこかな。よいしょよいしょよいしょよし、こんなところかな。よし、こんな感じにしとこうか。よいしょ、ザクザクザクとやって、なんかこうやって巻くと安心、安心ですよね。なんかとりあえずコメントで
私もやってみようかと言っていただいた方がおりましたけども、はい、僕も今回初めてなんで、とりあえずやらないよりはマシくらいの感じで、皆さんやられる方はやってみてください。はい、これで大丈夫とはとても言えませんけど、やらないよりはマシかなっていうぐらいのイメージで、これははい、やっていただいたらよろしいかと思います。はい、ではこちらをプレートつけていきましょう。よし、ディアンローズは本当にこうたくさん咲いてくれて、香りもすごくいいんですよね。はい、今ちょっとワイプで出してると思いますけど、とてもきれいに咲いてくれて、香りも最高なんで、よいしょ、皆さんもし園芸店で見かけたら、赤塚オリジナルローズ、園芸店では見かけないですか、専売商品なんで、はい、まあ僕愛知県なんで、名古屋のあそこのフラリエなんかはよく取り扱ってますよね、赤塚オリジナルローズさんのこちらのバラを。はい、もしよかったら今年も多分バラフェスタをやられると思いますので、はい、名古屋の栄のフラリエに、栄じゃないか、矢場町だったかな、そこ、はい、行かれてみてはどうでしょうか。はい、とよしですね、はい、ディアンローズ完成。はい、くーちゃんどうかな、うん、とっても綺麗にできたね、とっても高級感があるね。そうでしょ。僕らだけかな、高級感があるって、この100均のガーデンアーチに思ってるのは。そんなことないよ、高級だよ、そうだよね。さあ、ここでバラが本当にこう咲いてくるとすごいいい感じになると思いますよ。はい、こちらのリアンローズはあれですね、目出し声、この芽が出る前に上げたタイプになりますね。はい、それもしっかり芽は出てますね。はい、うどんこ病も大丈夫ですし、はい、芽吹きも最高にいいですし、とても楽しみです。ねえねえ、来て来て来て、こっちすごいよ。どうしたのくーちゃん、すごいよ、ね、ほなほな、お、咲いてる、開いてきてるね、ほなほな、ここも見て、あ、ほんとだ、こっちもこっちも、お、すごいね、くーちゃんこれすごいね、開いてきてるね、うんうん、こっちも見て見て、おおお、あれすごいじゃん、ほらほら、こっちなんかもっと咲いてるよ、来て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 、おおお、ちょっとこれすごいね、まだ3月だっていうのに、ここここ、あれこれも完全に、あれ開花してる、これね、
ね、あくーちゃんかわいいね、あんなにすごい、一輪もう開花だね、これすごいね。こっちもだよ、黄色いバラもだよ。あ、あれ本当だ、こちらの方も黄色い木工も、あれ咲いてきてる、これ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 、ほらほら、あ、本当だ、これ黄色い木工バラなんか1、2、3輪も咲いてねえ、これすごいね、5月待たずしてすごいでしょ、すごいね、びっくりしちゃった。うわー、これはきっともう4月のなんだろう、中頃にはいっぱい咲くね、くーちゃん。うん、そうだよ、すごいよこの辺。でも黄色の方が早い、すごいねこれ。いつも白が咲いて黄色が咲くけど、今回なんか同時に咲きそうだね。うんうん、これが同時に白と黄色が咲いたらすごく綺麗だよね。うん、そうだよ。わー楽しみだね。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。あのエンジェルフェイスの凄みがついてた新芽がポロッもう超ショックでしたけど、はい、まあとりあえず苦し紛れにこうあのアルファでつけましたけど、うまくいくでしょうかね。まあそんなこんなで忙しくてなかなか庭の掃除っていうところまで手が回りませんけども、まあ庭のそういういろんなところにも落ちている、去年落ちた黒星病になった葉っぱとか、うどんこ病になった落ちた葉っぱとか、そういうのがまた菌が復活して蔓延するといけないので、なるべく落ち葉は取るように掃除はするようには気をつけてやっておりますけども、はい、なんとか今年は黒星病が出ないと嬉しいんですけど、そうもいかないとは思いますね。はい、木工バラすごかったですね。まだこの3月のこの下旬に咲くなんていうのは初めてのことなので、ちょっと驚いてますけども、もう4月の半ばにはもう満開になるんではないかなというような気がします。はい、この後ろも木工バラになって、きっと綺麗に木工バラが咲いたこのところでエンディングがお届けできると思います。はい、なお本日も最後までご視聴ありがとうございました。またねー、ありがとうねー。